次に赤嶺政権君。赤嶺君。日本共産党の赤嶺政権です。法案については国家公務員全体の給与引き上げの一環であり、賛成であります。アメリカの海兵隊オスプレイの低空飛行訓練に関する日米合意について質問をいたします。防衛省は9月26日の日米合同委員会で米軍普天間基地所属の MV-22 オスプレイが日本の航空法が定める最低安全高度150メートル以下の90メートルで低空飛行訓練を行うことを容認する合意を取り交わしました。米軍機による低空飛行訓練はこれまでも日本全国で問題になってきました。日本国内に7つの低空飛行訓練ルートが設定され、突然鳴り響く米軍基地の爆音によって住民の静かな生活を脅かすとか、訓練中の墜落、あるいは木材運搬用ケーブルの切断、衝撃波による土蔵の崩壊、窓ガラスの破損、家畜への被害などが繰り返されてきています。沖縄でも近年県内各地でかつてなかったような超低空での飛行訓練が頻繁に目撃され、住民から不安と怒りの声が上がっています。全国の自治体住民から危険な低空飛行訓練の中止を求める声が上がっている下で、訓練をやめさせるのではなくて、それを容認し、さらに従来の日米合意さえ踏み破って日本の航空法の安全基準は守らなくていいと政府がお墨付きを与えてしまったのが今回の合意であります。防衛大臣、伺いますが、今回の合意を交わすにあたって、これまで繰り返されてきた訓練に伴うさまざまな被害、全国各地から上がってきた訓練中止を求める声について、どういう検討を行ったのですか。浜田防衛大臣。先般日米間で合意した訓練を含め、在日米軍は全く自由に飛行訓練を行ってよいわけではなく、関連する合同委員会合意を遵守するとともに、遵守するとともに、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことは言うまでもありません。このため先般の合意においては、例えば住宅、学校、病院などの上空を避けること、送電線などから十分回避できる距離で飛行すること、緊急の際に地上または水上の人または物件に危険を与えることなく不時着できる高度を保つこと、土日および日本の休日等には実施しないこと、午後10時から午前7時までの間は実施しないことなどについても合意をしておるところであります。引き続きオスプレイの日本国内における飛行運用に際して最大限の安全対策を取るとともに、周辺住民への影響を最小限にとどめるよう米側に求めてまいります。赤嶺君。最低安全高度の以下を拡大したわけですよ。で、今の大臣のお話聞いてると、より安全になったようなですね、ルールが決まったような、そういうお話ですけれども、住宅地上空の飛行を避けると、このようにおっしゃいました。それは今までの日米合意にもあったことですね。で、あったにもかかわらず、住宅地
や学校、病院の上空の飛行が全国で無数に確認をされてきました。住宅地上空を飛行してもどれだけ低い高度で飛行しても立証責任は住民の側に負わされ、多くはうやむやにされてきました。私も被害者から何度も訴えられて、結局ですね、防衛省は立証責任を被害者の側に負わしていく。だから今の日米合意、公共の安全に関する合意というのは言葉だけでの合意になっているわけですよ。その言葉だけで実態の伴わない合意を今回ですね、制限を緩和して、そういう合意を重ねても、実態は何も変わらないと思いますが、いかがですか。浜田防衛大臣。我々としては米軍に対してですね、さらに安全確認をしっかりとするよう求めてまいりたい、このように思っております赤嶺君。求めても変わらなかったのが現状なんですね。それでね、日本国内の住宅地などの上空を避けた区域っていう文言があります、合意の中に。日本国内の住宅などの上空を避けた区域で実施すると言いますが、それはどこを指しているんでしょうか。そして日本政府と協議して決めるんですか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。住宅地等を避けた区域と、合意の中で、記されているわけですが、この件につきましては、本訓練については住宅、学校、病院、原子力、火力発電施設等の上空では実施しないことを合意しておりまして、このことを、住宅地等の上空を避けた区域と表現しているものでございます。具体的な飛行ルートにつきましては米軍の運用に関することでありお示しできませんけれども、本訓練実施にあたりましてはシミュレーター等による事前の完熟を行うことについても合意しておりまして、米軍は本訓練の実施前に周囲の状況を十分把握した上で住宅地等を避けながら本訓練を安全に実施していくというものでございます。委員長。赤嶺君。いつもの米軍の言い分ですよ。で、どこだって言わないで、そして自分たちはシミュレーター使ってね、完熟訓練をしてるんだから絶対安全だと言いながら、しかし目の前ではね、住宅区域を避けると言いながら、日本の中にどこがそういうとこなんだという思いがあるわけですよ。訓練に先立ってですね、事前に区域を米軍から報告させるわけですか。で、そしてそれが妥当かどうか日本政府が判断する仕組みはあるんですか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。この合意に基づきまして米側とはですね、緊密な連絡を取っております。それで今回のですね、訓練につきまして申し上げますと、防衛省といたしましては本飛行訓練が日米間の合意に基づき沖縄を除く日本国内の住宅地を避けた区域で実施されたことを確認してございます。他方これ以上の詳細につきましては米軍の運用に関することでございまして防衛省からお答えできないことはご理解いただければと思います。委員長。赤嶺君。いや、理解できないから、こういう質問になっているわけですよね。今は、沖縄を避けたとおっしゃいますけどね、その期間中も沖縄でも低空飛行訓練いくらも目撃されておりますよ。皆さんは沖縄のオスプレイを本土に、訓練移転する場合に沖縄の負担軽減って言いますけどね、訓練が移転されても負担が何も軽減されてないですよ。
で軽減されたっていう声なんか上がらないですよ大臣。でこのしかも今回、この訓練が終わった後に、合意を守っていたという具合に言ってるわけですが、それは具体的な中身を伴った話ですか、それとも米軍がいやいや合意の中身は守ったよと言ったわけですか、いずれですか。いいですか、増田防衛政策局長。お答え申し上げます。先ほどお答えしたことの繰り返しになって大変恐縮でございますけれども、今回の飛行訓練がですね、日米間の合意に基づき沖縄を除く日本国内の住宅地等を避けた区域で実施されたことを防衛省として確認してございます。他方これ以上の詳細につきましては米軍の言う価格でございまして、防衛省がお答えできないことをご理解いただければと思います。赤嶺君。素直に考えて米軍が住宅地を避けて訓練したといってどこだろうと、それどこだろうと思いますよね。それはどこだということを聞いたら、それは米軍の運用に関わることだから言えないという、あまりにも本当に守ったかどうかというのは、根拠を持って説明されているとは思えないですよ。で今回の合意の中でですね、緊急の際に地上や水上の人や、物に危険を与えることなく不時着陸できる高度を保つ、このように言っております。不時着できる場所が、なければ不時着はできません。飛行にあたって不時着に、使用できる場所を米側から事前に報告させたんですか、それを政府が確認する仕組みはあるんですか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。委員ご指摘でありました緊急の際に地上または水上の人または物件に危険を与えることなく不時着陸できる高度といいますものは、飛行時の周囲の状況などから総合的に判断されるものであるため、一概にお示しすることはできないことをご理解いただきたいと思います。なお、こうした考え方は、我が国の航空法令の適用を受ける航空機が法令の規定に基づき飛行する場合も同様でございます。具体的には、国土交通省航空局長が出されました最低安全高度以下の高度の飛行に関する許可の、事務処理基準の中 で詳細が書かれております。そして、米側はですね、実際今回も飛ぶときにはですね、先ほどもご説明いただきましたけれども、シミュレーター投入事前の完熟を行うということで、米側は本訓練実施前に周囲の状況を十分把握した上で、訓練を実施したということで、先ほど申しました緊急時のですね、対応なども考えながら事前に完熟を行いながら訓練を実施したということでございます。赤嶺君。日本の航空法の中にも最低安全高度以下で飛ぶ場合がちゃんとあるんだって言うけど、日本の航空法では不時着する場所もそれから低空飛行をする場合にどこを通るかも詳細な事前の報告書がありますよね。でそれでいいかという問題はあるんですけど、あるんですよ航空法は。しかし米軍の場合は航空法適用除外ですよ。だからね、何の申請もいらない、何の承認もいらない。で本当にね、外国の軍隊が野放しで日本の空を飛び回る、こういうことが許されていいのかと、そういうことを許可した日本政府がこの合意を見直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。